海上事前集積戦隊は、アメリカ輸送軍令下の軍事海上輸送司令部があらかじめ武力紛争の起こりそうな地域の近くの会場に、海兵隊の兵器、物資を海上を備蓄し、いざ紛争が始まって有事になった場合に、海兵隊が即応することを期待して構想された。従って、アメリカ本土から離れた海域に、コンテナロールをやコンテナ船に、兵器、物資を満載して、 海上備蓄を行い、平時はアメリカ軍の海外拠点のある白地に停泊状態に、有事に紛争地近くまで移動し、物資を下ろす仕組みとなっている。多少の改造を受けた4万トン台のコンテナ貨物船5隻及び、中速コンテナローローフネ5隻の計10隻で構成される。アメリカ軍が紛争地域において、迅速に戦闘可能となるように、 兵器や物資を事前に紛争地近くの展開しておく、ものである。ユスンズ・アンタレスから降ろされたばかりの M60 戦車、海上事前集積船は、インド洋のディエゴ・ガルシア島に、第2海上事前集積船隊西太平洋のグアム島とサイパン島に、第3海上事前集積船隊の2つの船隊に、配属されている。第1海上事前集積船隊は2012年に、 解体した。残った二つのムスロンの要船数は、計10隻となり、以前の16隻から大幅に縮小された。これらの船舶は、非武装であり、軍事海上輸送コマンドの管理下にあり、統合軍の一つで、兵艦、物資輸送を担当する輸送軍により指揮される。積載物資は、アメリカ海兵隊向けの重装備物資が主であるが、これらの船舶の運用は、 アメリカ海軍を通じ民間会社が委託を受けて運航している。各船には25から30人程度の民間乗組員によって運航され、これとは別に3から15人程度の整備員によって装備が使用可能な状態に維持される。各、ロンは特定の母校を持たず各校を巡回することが多い。無償マイナスにはペルシア湾内のバーレーミや UAE のジュベルアリなどの 港とインド洋のディエゴガルシア島を巡回して、ムスロンマイナス3は、グアム島やサイパン島と沖縄、韓国、タイを巡回している。また各、ムスロンには対応する、海兵部隊があり、ムスロンマイナス2は、カリフォルニア州の第7海兵遠征旅団、ムスロンマイナス3は、ハワイ州の第1海兵遠征旅団が組みとなっているが必ず、 これらの部隊が装備を使用すると決められているわけではない。海上事前集積戦隊の3つあるおののの戦隊は海兵空地任務部隊が30日間の戦闘を行えるだけの十分な機材、補給品、弾薬を積載している。これらの船は MSC が提供する軍事物資の事前集積計画の一部であり、海兵隊が 世界中に展開するときに空輸に適さない重くかさばる兵器類や補給物資をあらかじめ積載し紛争や戦争が行われる地域の近くの会場で事前集積している。紛争発生時に速やかに当該地域沿岸に接近し物資を提供するものである。ムスロンの各船舶は不当で積載している物資を荷下ろしするために 自前のクレーンを装備しており、港湾設備による積み下ろしの支援が必要ない。委託を受けた、米民間会社が運用しているため、平時に乗船している軍人はごく少数であり、船そのものも武装はほとんど装備していない。兵器や補給物資が必要とされる有事以外の平時には、船そのものの保守整備とともに、兵器類の定期的整備のために短時間、 稼働させるるなどの機能維持を行っている例えば、ムスロン -2 がディエゴ・ガルシア島付近からペルシャ湾中央まで移動するのには1週間ほどかかるが、アメリカ本土からは3週間かかるので、時間的には3分の1に短縮される。戦車や燃料など、多量の重量物を、紛争地に近い港で陸揚げできるが、航空機や一部のミサイル、電子装備は、 戦場での備蓄に向かず、施造するには効果でもあるため、戦闘部隊の将兵と同様に空輸によって迅速に運ばれ、一つのメブが完結するのに必要な空輸航空機は約250装機であると見積もられている。海兵隊が上陸命令を受けてから、MPS が搭載装備を目的地の港で降ろし、空輸されてきた海兵隊隊員がこれらを使用可能な状態。 つまり戦闘可能な状態とするまで全体では10日かかると見積もられている。この中には、ムスロンが港に到着後、装備を下ろし終わるのに平均4日かかることも含まれる。1個のムスロンの海上備蓄量を示す。1980年7月に暫定時全集積船隊が作られ、インド洋のディエゴ・ガルシア島に配備された。アメリカ海軍が建造したろう。 ロー型車両輸送船の一隻の他は、ステーツスチームシップ社のメイン級ロー、ロー型車両輸送船の二隻、バラズミ型貨物船の二隻、中型タンカーの二隻の六隻全てが、海上輸送コマンドが民間から購入した船であり、合計七隻で構成されていた。1987年までに、暫定の船体は新たに建造されたか、民間船を改造した船に置き換えられた。 2000から2001年に新たな3隻が追加された。現在、海上事前集積船体では、コンテナ貨物輸送艦とコンテナ車両輸送船の2種類が運用されている。現在、TAK は、ジョンピー・ボボ小尉級、コンテナ貨物輸送艦5隻及び、シュガート級車両貨物輸送艦1隻が運用されている。また、T ・アクアは、ボブホープ級車両貨物輸送艦2隻及び、 ワトソン級車両貨物輸送艦2隻が運用されている。ルイス J、ハウジジュニアの長級が最初の m p s 1 0 0級である。5隻がベスレヘムスチールでマースクラインのコンテナ船から改造された。いろいろと改造された中でも157フィートが船体中央部に加わりヘリコプター着艦デッキが追加された。マテコカウ軍装級が2番目の m p s 1 0 0級である。 MSC によってチャーターされ、やはり改造によって157フィートが船体中央部に加わりヘリコプター着艦デッキが追加された。1980年代半ばに MSC へ引き渡されたこれらの船はサンディエゴのナショナルスチールシップビルディング社が改造し、管理運用はウォーターマンスティームシップ社が行っている。 ジョン P ・ボボ将位級の MPS 戦隊は1980年代半ばにマサチューセッツ州のクインシーにあるジェネラルダイナミクス社から MSC へ引き渡された。ジェネラルダイナミクス社の一部門であるアメリカン・オーバーシーズ・マリーン社によって管理運用されている。米国保有の非戦闘艦等の補助艦艇には、艦名にユスンズという艦船設当時が付けられるが、民間企業の保有船には、 メガボルトや SS が付けられる。戦隊番号には T という窃盗字が付けられる。ABCDA 田健介著、軍事とロジスティックス2008年3月31日、第1冊発行 ISBN9 兆7848億2224万6464258ページ。ありがとうございます。